皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野祐二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす2019年2月10日日曜日暗号資産草コイン中野研究会今日はね2本目の動画撮影なんですけども時刻は 夜あ夕方の5時ぐらいになりましたね。だいぶね、日が落ちてきて寒くなってきました。まあ、雪残ってるからね、外ね。明日からね、月曜日で会社行くの嫌だなって思ってる人いっぱいいると思いますが、まあねあの、あんまりいやいややってると体壊しちゃうんでね、休み休みやらないといけないかなと思いますよ。私の方はね、明日からまた。 企業コンサルとかね経営コンサルティングが結構入っててあと個人コンサルティングもね結構いっぱい入ってるので、えー、また皆さんの方でもね <coughs> 個人コンサル、えー、お願いしたいっていう人がいればね私の方で、えー、時間調整してね引き受けたいと思いますので、まあ、仮想通貨の講座解説とかね FX の講座解説とかあとは YouTuber になりたいとか あとは、まあ、あのーえー、あれですよね、あのー、スピリチュアル系ですね、はあまあ、陰謀論というのはまあ大したことないんでね、えー、陰謀論というのはただの人間が作ったおとぎ話であって、ね、そんなものは存在しませんスピリチュアル <coughs> 系ですねこれの心理系ですね、えー、知りたいとか守護霊関係ですね そういういのがあったらご依頼いただければと思います。まあ電話直接ね、あのこの YouTube 動画の動画解説欄に、えー、私の携帯電話の番号載せてありますので、090-1218-1504なんでね、そこに直接電話してもらってもいいし、まあ、LINE を送っていただいてもいいしね、電子メール、まあ、電子メールあんまり見てないんですよね。だから 電話がはい個人コースラムはもうですねまあ、時間を作って結構やってますんでね、えー、皆さんまたねあの誰でも彼でもやるってわけじゃないんだけどもえー、まあちょっと緊急性があってね、えー、深くえ知りたいと、まあ、仮想通貨投資とかね仮想通貨の まあ僕のやり方を伝えるだけなんですけどもね。あのー、投資は自己責任ですから。はい。<laughs> ですから、僕が今までやってきて稼いできたやり方、あと FX でね、やってきて稼いできたやり方を、まあ、こっそり教えるって感じですかね。誰でも彼でも教えたら、見逃ぐ番長者になっちゃうからね。誰でも彼でも教えるってわけじゃないんだけどね。まあ、あの、やりたい。あとは YouTuber になりたいってこと、やり,やり方ですね。 で誰でも彼でもしてるわけじゃないですが、まあ、僕が、えー、どうやってここまでやってきたかということをですねこっそりお伝えして <laughs> まあ、少しずつですがまあ、収益を上げていく方法を、ね、お伝えしていきたいと思いますまあ、だから、まあ、チャンネル登録者が少なくて視聴回数が少なくても別にあの有料会員制度作ったりねあの ウェブサロン、サロンを作ったりして、えー、会員制にしていけばね、十分に食べていきますから、まあ、チャンネル登録者1000人なんかになる必要がないしね <laughs>、まあ、いろんなやり方があって、それはあの僕が、えー、本業としてる経営コンサルティングの方でね、培った、培ってきてやり方があるので、まあ、そちらの方もね、ミックスしてお伝えしていきたいと思います。 ではね、2本目の動画のタイトルなんですが、<coughs> ビットコイン ETF の承認は2020年に行われるということで、今年じゃないんかいと、来年何回と、東京オリンピックの時なのかいと、あまあそうかなと、まあオリンピックの時にね、さすがにやっぱり、あの、まだ、まだ紙幣って使ってんのってなるでしょう。で、まあまあ、 クレジットカードだったらまだいいけど、<coughs> まあ、もう電子決済でしょうと。こんだけ日本政府もね、スマートフォンの画面を使ってね、えー、QR コード決済とか言ってる中で、東京オリンピックまでにやっぱり仮想通貨が普及しないとおかしいでしょというってことですね。あとはベネズエラでのビットコイン取引量が過去,記録を過去最高を記録ということで。 こちらの方をね、二つ見に、見ていきたいと思います。えー、いつものね、コインポストなんですけれども、<coughs> えっ、ー、と、一番上の方かな。ここにね、ベネズエラの話があって、で、一番下にですね、まあ、ビットコイン ETF の承認の話があるんですよ。で、最初ね、 ベネズエラの方から見ていこうと思います。<coughs> まあ、皆さん知ってるのり、ベネズエラって大統領2人, 2, つ2人できちゃったんだよね。それであのすごい混迷を極めてまして、あの政治的にね。それで経済がもうむちゃくちゃになっちゃってね。えー、1ヶ月の給料でね、1kg のお米も買えないって今日の朝 NHK で言ってましたね。NHK ニュースでね。7時台の。 それでもう今300万人ぐらいが南米の周辺国に難民として出て行っちゃったんだけど年内中に500万人いくって話でしたねでハイパーインフレがおこと起こってます今 <coughs> <coughs> ハイパーインフレなど混迷を極める経済状況に置かれるベンセーラは政府発行の仮想通貨 ペトロの現状や、えー、強硬的な仮想通貨業界の規制枠組み法案の施行など、仮想通貨を取り巻く環境においても混乱が伺えると。まあ、政府発行の仮想通貨ってのがあるからね。<laughs> すごいよね。えー、先週ベネゼラにおけるビットコインの取引量が過去最高を記録したと。これすごいね。えー、取引量は1週間で、 2000ビットコインおよそ7.7億円に相当すると、えー、昨年夏取引量500ビットコインと比較すると400%の上昇だとうん4倍ってことだねだからねはいあの同国内ではライセンスを有する取引所とした取引所だけでなく取引だけではなくだよねこれねピアト t ピアの取引が行える個人間 OTC 取引を 提供する <coughs> えプラットフォームにより売買されているとまあそれそうだよね直接送り合えるのが <coughs> 仮想通貨のいいところだもんね OTC 取引は個人間での売買となるため相対取引でね取引量が増加が取引 <laughs> これ日本語最低だねこれ取引量の増加が直接的に価格影響しにくい状況にはなるかこれだけ需要が拡大している状況を見るとここ 同国内のビットコイン価格は大きく上昇していることが予想されるとまあ、とにかくさああのー、既存のね。通貨ではもう物も買えないし、物自体ないからあのー、国境封鎖しちゃってるからね。<laughs> で。まあ、otc 取引がペレンズエリにおいて好まれる。理由としては経済的。政治的な理由に加えて。 ユーザーが同じエリアの仮想通貨支持者を見つけてつながることができるなど OTC 取引がコミュニティ参加のきっかけとなるといった側面もあるが最も重要なのはビットコイン需給需要が高まるベネズエラであるがその要因としては国内のハイパーインフレだろうとこの動きはビットコインが過去に注目されたキプロズ危機器などに似た需要増加であり国民の信頼度が 一時的に自国通貨から国に属さない非中央集権型の通貨へと移った事例と言えるということで、まあ、日本もですねまあ日本もものすごい借金してるですよ120 1200兆円の借金してて、えー、G で GDP 比率で言うともう過去最高ですよ全人類最高レベルの大借金で あのギリシャ危機だギ,ギリシャの借金なんかよりも全然多いんですよね日本の借金でねで <coughs> あの日本もねハイパーインフレになるって言われてます、はい、だからその時にビットコイン持ってた人は勝ちだよね現,現地時間2月7日に開かれた国会では1月の物価上昇率が年率268万8670%だったことが公表されたと。 1>, 1月の物価上昇率、1か月間ですよ、うん。日本の物価上昇率、目標物価上昇率年、年間2%とか言ってるのが、あの嘘のようですね。あまあ、これ一、一応年率に直してますけど、268万8670%アップだと、ふざけんなと。えー、月間の <laughs> 物価上昇率は191%であり、 え前月から約50%ポイント上昇。だから物価がだから2倍になっちゃうわけだよね、1ヶ月でね。物価上昇のペースが加速していると。<coughs> 国際通貨基金 IMF は年内にインフレ率が年率1000万に達すると予測しているが現状のままでは1000万%。さらに上回る可能性が高く、通貨の単位を5桁。 下げるデノミを実施しているとハイパインフレ下ではデノミが利用されることは多くありアフリカのジンバブエは中央銀行が2009年に1兆ジンバブエドルを12桁切り下げ 1, 1ジンバブエドルに切り替えた時点もあると日本円で例えた場合だと1兆円が1になるように通貨単位が切り下げられるとああいいことですねまた2019年1月には 米国政府による経済制裁が発令されており、米国とベネズエラ間の石油製品の輸出輸入が大幅に制限されることになった。急激に高まるビットコイン需要の背景には、そのような政治的・経済的に混迷を極めるベネズエラの深刻な状況がうからえるということなんですね。で仮想通貨、ペトロの状況と。 ペトロとはベネズエラ政府によって発行される国内への原油が価格の裏付けとなる仮想通貨であると。去年有名でしたね、これね。<coughs> マドロス,ス大統領はベペトロによって33億ドル、約3650億円を調達したと公表しておりベネズエラ経済再建の要となる,なるとしている。しかし、<coughs> ペトロに対しては、 そもそも存在するのか何度か議的な意見が少なくないと昨年に大手通信社のロイターが実施した調査によると裏付けとなる原油が眠るとされる同国中部の村アタピリ,アターピリレでの開発は全く進んでいないという <laughs> <laughs> ドーソンでの取材で地元住民は政府が油田を開発しようとしている様子は見たことがないと語った むちゃくちゃですね、これ。また、同社の仮想通貨や油田査定の専門家10人以上への取材と4ヶ月にわたる調査にもかかわらず、仮想通貨ペトロの存在を確認できなかった。<laughs> ペトロって取引所にあるのかなああ、あるのか。取引所にある場合は、いや、ペトロ支払いを受け付ける店のか、ないんだ。取引の裏付けをか、こ <laughs> うむちゃくちゃですね、これ。 ビットコインの需要は高まっているものの政府が推奨するペトロについては機能しているのかもふと不明確な状況がうかがえる少なくとも大多数の国民がビットコインを選択していることは明らかだということで、うん、まあこんなもんかなとこんなもんかなって感じですねそんな驚くことはないですね1月31日にはベネズエラで仮想通貨業界における法的枠組みを 規定する新たな法律が施行されたマイナーやトレーダー事業者などは法同法の規制下に置かれると1月31日ちょっと前ですねマイニング事業者や仮想通貨取引所はライセンスの取得が決め付けられ違反した場合にはペトロ支配による罰金を含む罰則が与えられるとされるペトロないのにねどうなってんだろうねまた2018年に設立された機関は同法により えー、同国の仮想通貨市場全体の監視を担うようになるとそれに加えて同国内の仮想通貨サービス全てをコントロールする権限も持つというそのような、えー、強硬的ともいえも取れる姿勢から政府のペトロを使わせたいといった意図読み取れるってペトロないんだろって早く作れって うん、仮想通貨を取り巻く環境においても非常に混沌とした様子がベネズエラに見られるということですね。まあ、どうなっちゃうんでしょうね。うん、ペトロ売買開始って書いてあるけど、<laughs> まあ、国がらみでインチキやってるからね、仮想通貨でね。うん、国がらみで。だから、もう仮想通貨が。 使用されないはずだよね、こんなことをやってるのね、ベネズエラ政府が、国家がやっちゃってるからね、仮想通が、あの、i c o 詐欺だからね、ほんで、お金だけ集めて、あの、コイン、配布しないんだから、むちゃくちゃな、むちゃくちゃですよ、それをベネズエラ政府がやりだしちゃってるから、 まあ、もうたまったもんじゃないですね。まあ、その前にベネズエラ政府自体が、まあ、内戦状態に入って、まあ、内戦状態というか内戦だよね。なってるからね。<coughs> らビットコイン ETF については、まあ、これ読み上げるまでもないかなと思います。まあまあ、いつ、まあ、2020年なのか、今年なのか、まあ、明日なのか。 もうい,ついつビットコイン ETF が承認されてもおかしくない状況ですね。で、まあ、天下のブルームバーグがね、日本の金融庁がビットコイン ETF を承認するとかね、まあ、本当に <laughs> とんでもない情報が、えー、な流れるのがね、この仮想通貨業界ですから、あの信用と歴史とね、信用に裏じしされた天下のブルームバーグでさえ、 え流してしてまうんですよ、ねまあそれ書き消されてしまいましたけどまあ本当なんだろうねあれねだから日本の金融庁が承認するんだするんだけれどもそれいつ発表されるかはまあある日突然でしょうねうんだからやっぱりビットコインとかまあビットコインが上がればだビットコインがすべての仮想通貨の基軸通貨になってるからベース通貨になってるからなん何でも買っときが上がりますよだってビットコインが上がれば全部上がるんだからうん だから、ビットコイン買っててもいいけど、まあ、できれば草コイン買った方がいいよね。草コインの方が上昇率は高いから、何百倍何千倍ってなるから。うん、だから、例えば、えー、財布、まあ、財布だと草コインいっぱい取引されてますから、うん、財布で見るのが一番いいかなと思いますけどね。ビットコイン39万円ですよね、今ね。 ネムがかなり落ちてるんですよね。ネム財団がもうやばいんじゃないかって噂が立ってるけど、<laughs> 落ちてますね。これ、冷やしですけど、ちょっと上がりましたね。なぜか。4円17銭ですね。<laughs> うん、まあ、モナコインとか、まあ、何買っても上がるんじゃないですかね。モナコインとか、モナコインちょっと取引ないのかな、今。えー、サリアムですね。 はい、サリアム1万2000あとはまあトー,トークンですねトークン関係は結構いいかなと思いますけどねうん0.14円ですね財布トークンとかねはいまあどうせ上がるから <laughs> どうせ上がるから <laughs> またどうせ来るからと仮想通貨の時代が。 うんまあ、そんなもんなんだってファッションと一緒ですよ <laughs> 12年に一度来るんだけど、まあ、12年も経たないでしょうねあのーまあ、東京オリンピックが始まるんでね東京オリンピックの時にか外人来るし、まあ、今年の4月から外人来ちゃうからあの労働者としてね正規,正規労働者受け入れとしてね来ちゃうんでそれの <laughs>。 えー、稼いだ金をねあの自国への送金ということでは、まあ、仮想通貨安いですよね、うん、しかも銀行必要ないからあのなんか今、えー、な,んかなんか銀行通せば安いんだよとか,とか言ってるけどそりゃ日本に来る人は銀行口座作れかもしれないけどあの母国自分の家があるね実家がある母国の母国は銀行口座持てないですからそういう政治 あの社会環境ですから。でどうすんのと。日本に来てね。日本で就労すれば、それは銀行口座持てますよ。誰でも。ね。持てるんだけど、母国では持てないですね。環境だから。どうすんのと。送金できないでしょ。と。だから、ビットコインとかね、仮想通貨あれば、スマホ1台あれば、ピアトゥーピアで送金できますから。はい。銀行いらないですから。取引所もいらないですから。うん。ウォレットがあるでしょ。スマホの中に。 ウォレットトゥウォレットで送金ができるので、だから仮想通貨便利だよねって言ってるだけの話であって、取引所さえいらないんですよ。うん。これがやっぱり素晴らしいところだよね、仮想通貨のね。で、この仮想通貨のピアトゥーピアネットワークを用いた、えー、直接ダイレクトのね、送金っていうのは、えー、そうだな、郵便で言うと、郵便書き留めだよね。郵便書き留めと一緒ですよね。 それをまあ電子的に、まあ、ほぼゼロ円の状況でねマイニングしてもらって、えーえー、通貨を、まあ、お金をですね世界中どこでも送金できるという,こ,うこれも全人類始まって以来の画期的な枠組みですよねでこれは本当に、まあ、知れば知るほどやっぱ素晴らしい技術だよねでこれは絶 今、絶対というか、絶対上がるよね。上がるに決まってんじゃんね。だからまあ、今ちょっと押し目つけてるけど、こうやって押し目つけてるけど、まあ上がるしかないかなって感じですね。うん。この山がね、ほんと足元、とか足の裏にしか、この240万円の山がね、えー、このどこ、こんなのあったっけみたいな。あーなんかおじいちゃんおばあちゃんの時代の時になんかあったって言ってたな、つって。 ハハララドキドキしたな、どんどん240万円までいって39万円まで下がっちゃって、ハラハラドキドキしたけど、あれから1年、2年経ってみたら5000万、1億になったからね、別にほっといて刑務所投資法やっとけばよかったって、それがうち,のうちの家計の教訓だよとかね、投資は刑務所投資が一番というのがあのうちの家のしきたりだよとかね。 まあそういうのがあると思いますよ、これからね。うんまあ、冷静に考えればさ、仮想通貨しか使われないと思いますよ、これからは。だってそんな中央集権型なんて国が管理しててさ、国がむちゃくちゃ借金、大借金抱えて、日本だってねで。政治むちゃくちゃやってるし、政治家と,政治家と官僚と大企業は私腹を肥やしてるわけでしょ。 自分の個人資産むちゃくちゃ増やして海外に逃亡してるわけじゃないですか。日本もね、自分の個人資産海外に移しちゃってるわけじゃないですか。だから日本だってもう終わりですよ、そろそろ。はい、戦争の真っ只中になってな、みんな難民になりますからね。<coughs> 結局、朝鮮半島は北朝鮮の社会主義で統一されちゃうでしょ。だから韓国はかわいそうだよね、韓国の人がね。そして、中国になるでしょ。 で日本はロシアのものになると決まったじゃないですかだから安倍さんはプーチンさんと仲がいいわけでしょう、うん、だから北方四島を返す返さない返す,返す返す返してもいいけど、うん、すぐにもうね全日本の全領土を差し渡す渡すわけだからね、まあ、一瞬返してもらって安倍さんすごいって言って,言ってもらってその後あごなんかねで総理大臣変わったら <laughs>。 なんか全部取られたみたいな感じになるみたいですけどねまあ、ちょっと辛いけどまあそういう意味では、えー、僕たちもねあのいよいよ日本日本民族もね国土を持たない民族になってしまうとユダヤ人みたいと一緒になっちゃうからね資産なんかも持っててもお金なんか持っててもしょうがないからね日本円なんかなくなるからクズだから。 で土地持ってたって全部共産,共産主義になるからね国のものになっちゃうでしょ何にもなくなっちゃうからね <laughs> で出,国出国拒否になっちゃうから早く出,出ないといけないけどねで出てでどうするかってさっ日本円なくなっちゃうからスカルカの紙くずだから、まあ、アメリカドル持つか金持つかでも出,出国規制あるから仮想通貨でいいんじゃないですかやっぱりあの仮想通貨は 持ち出し規制がないからね、はい、スマホの中入ってるし、はい、ウォレットだったらね、まあ、取引所入れてもいいしウェブウォレットでもいいからね持ち出し規制なんて分かんないから <laughs> 持ち出し規制あったって分かんないから、はい、全然いいと思いますよそれで現地着いたら現地でまた、まあ、ビットコイン ATM でねそれで現金化現地通貨で現金化すればいいんじゃないかなと思いますそういう意味では 仮想通貨っていうのは、まあ、あの、やっぱりある程度ね、10億とか50億、100億ぐらい持ってるとね、やっぱ仮想通貨いいなって思いますよ。はい。あの、制限かかんないしね、まだね。制限かかったって分かんないですから、どこに隠してるか分かんないですから。から何万、2万以上ありますからね、取引所がね、2万箇所以上。分かんないですから、どこにあるのか、個人資産が。はい。 スイ銀行に入れるよりも安全ですよ。だからそういう意味では仮想通貨の時代っていうのはもう全然もう幕を開けてて、えーまあ、今安いからね少しこう億万長者が今買いだめてるから少しずつ上がってきちゃってるんだけど、まあ、ベネズエラとかね、まあ、こういう金融危機っていうのは一気にこうやってね上がってきちゃってるんだけど一気に走り出すから金融危機っていうのは。 だから、まあちょっと、もうそろそろ買い始めた方がいいかもしれないね。うん、仮想通貨はね。で、まあビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、まあちょっとね、えー、有名どころとあとは無名どころの草コインは買った方がいいよね。どうしてもね。草コインは夢があるからね、1万倍、10万倍ってなるからね。 だからそういうのも <laughs> 当てにした方がいいですよね。波に乗るんだったらね。ビットコインはビューンと上がったしね、やっぱり。1日、これ1時間で上がっちゃうからね、こうやってね。うんで、こういうのってありえないからね。こだって2万、1時間で2万円とか上がっちゃうの、ね、よ。うん、ドル円2万円なんか上がんないからね。大体いい1ドル 110, 110円とかなのにさ、1ドル2万とかなんないでしょ、だって。うん。 だからこれはい、それでは今日はね、ビットコインとか仮想通貨の話をしたんだけども、やっぱり、ちょっとそろそろ真剣に考えた方がいいかもしれないですね。仮想通貨についてはね。で仮想通貨のコンサルティングもまだまだ絶好調でやってますので、まあ、<laughs> 僕が、まあ、どのような感じでやってるかっていうのをお伝えしながらね、 口座解説とか、海外口座解説、国内口座解説、送金のやり方とかね、えー間違、間違っちゃうとどっか行っちゃうからね、送金とかね。で、海外口座は全部英語なんでね、口、えー、座解説の仕方とかはわからないと思いますから、えー、優しくね、全部一緒にやりながら教えていきたいと思います。はい。なので、えー、また個人、えー、個人的にね、コンサル依頼がある方は、 電話いただければと思います。まあ、あの、LINE でもいいですよ。はい。あとは何かね、この仮想通貨について知りたいとかいうのもあれば、えー、ご連絡いただければと思います。それでは今,日今回はね、この辺で終わりにしようと思います。あの、一番いいのはコインマーケットキャップ見ることなんだけど、ウエスかかるんですよ。コインマーケットキャップって、ウエス差し込まれてるんで、ちょっと皆さんも見ない方がいいですね。だから、コイン月光とかね、 違うものを見た方がいいかなと思いますよ。明日見てみようか。ビットバンクだけでも。ビットバンク見てみますかね。最後にね。ちょっと待って、映ってるかな。映ってる。あの、非常にね。 取引は慎重にやらないとダメですね仮想通貨はもう FX なんかよりも全然慎重ですよはい送金があるんでねあと海外と国内との送金関係があるんで一筋縄ではいかないですねリップはどうですかね32円かあまも上がってますね急にねうんなんか世の中動き出した感じですねライトコインライトコインもなんか上がってますね モナコイン50人か。あ,あ、上がってきたんですね。だいぶね。うん。いい感じですね。うん。そろそろ、えー、本腰上げてですね、動き始めないと、ちょっと取り残されるかなっていう感じがありますね。仮想通貨に関しては。はい。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。ビットコイン ETF 承認の話と、 ベネズエラのビットコイン取引が過去最高を記録したという話をいたしました。それでは、これで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。さようなら。